こう上にシャツを、シェット、シャツを、シャッ、シェット、あまりよく、シェット、シャツを、こちらはシャープの洗濯機です。上が、ガラスなのでとても、かっこいいです。ちょっと遠くから見るとこんな形ですね。上が鏡になっておりますので、私にはとてもかっこよく見えております。買う前は指紋の心配があったんですけど、実際使ってみて、そんなに指紋もつかないですし、すぐに拭けますので全然心配はないです。上にシャツの襟をきれいにするものがついてるんですけど、使い方が悪いのか全くきれいにならないです。ちょっと外してみますね。上を押して、ですね。マニュアルとしては、こちらを使ってシャツの襟をこすってから洗濯機に入れようにと書いております。こちらがシャツですね。ちょっとやっぱり襟のとこ汚いですね。裏にちょっとボタンがありますので、一回押せば光りますね。聞こえますかね？なんかシューシュー言ってます。戻していきましょう。洋服は1メーターぐらい離れて投げて入れましょう。よっしゃ。それでは洗濯しましょう。こちらボタン押しますね。はい、この通りちょっとうるさいですね。普通の洗濯機と一緒な機能がついてると思うんですけど、もうボタン、タッチパネルでなってます。うるさいですね。で、これを押しながらいろいろ変えていったりとかできますね。これでやっていくのかな。これ押したら何だったっけ。それではスタート。これが洗いモードですね。あとは、まあ普通かな。最後の脱水ですね。なさそうですね。